いいんですけど、え、待って、両代はあり得る。ない、両代はないです。両代はないです。夏目先生はちょっと黙ってください。ないです。いいね。パッション G のや。下行きます。明日いるわ。よし、行くぜ行くぜ。赤。赤ちゃんのことを赤って呼ぶ人がいるらしいですね。めっちゃ熱ったあれ。黄緑。はい。赤ちゃんでも赤さんでもなく赤って呼ぶ人がいるらしい。はい。いや、あれ二人。ね、ゲンさんがやってるのを目撃しました。は。なるほど。あら。先端を。まあシャカリさんがどっちでしたっけ？今レポートだったのは先端。あかん。先端。どっちかわかんないですけど、ちょっとゲンさんが、すれ違った瞬間に殺してるのを多分僕と夏目さんも確認してるんじゃないかな。ごめん見てない。見えるんですか？停電中ですよね。私停電直しに行こうとして、一人から入った段階で。ゲンさん、ちょっとおかしくないですか？僕、停電直した終わっ、はい、ちょっと。いいっすか？自分が、まあ、正確に情報をお伝えすると、ゲンさんがエレクトリカルの配電の、前に来ました。はい。で、自分が、配電直し行って、ちょっとゆっくりして出よっかなと思って、まあ、上側行った時に、やっぱクロスさんについていこっかなと思って、クロスさんについて行ったところをクロスさんがレポートしました。そういうタイミングなので、違うね、ゲンさんが先にエレクトリカルの配電まで行ってたのを目撃してるから、殺したのを見たっていうのは、一緒だからね。待ってください。おかしい情報じゃないのかなと。僕が重なってましたよね。あれ？僕がそもそも、そうね、直してましたよ。ちなみにもう停電は開けてるので、開け始めてるから見えないことはないと思います。はい、なので、ゲンさんも見たんですか？直してたじゃないですか。クロスさん重なってたの分かりますか？僕と一緒に重なってましたよね。ゲンさん重なってて。いや、じゃあ、停電を直した後に、ゲンさんが配電盤の前、ストレージの中に入ってきて、で、クロスさんが出て、死体を発見したっていう流れなので、はい、ゲンさんが、先端をやったっていうのは、先端だよね。先端ですね。リポート出たの先端をやったっていうのは、ちょっとおかしい情報じゃないのかなと自分は思います。何がおかしいんですか？でもクロスさんがゲイさんはできない。ローラーでいいんじゃないですか？いいんですけど。別に僕はローラー飲むんですけど。後でちょっと喋りたいことがあるんで。はい。はい。これさ、押してほしいわ。どっちでも。もう一回。どっちか。クロスさんかゲイさんか。とりあえず。なんかスキップに入れてるの。え、クロスさんスキップに押すんですか？え、もう一回話すみたいな話しませんでした今。え？カオスだね。いいね。たまにはこういうのも。なんか殺される予感はあった。ゲンさんがなんか僕が近づいた瞬間、なんか近づいてきたから。殺される予感はあったけど、もうどうしようもないな。でもあれは、はい、あ、今のがおかしいのであれば別に僕から釣っていただいて構わないんですけど、いや、これさ、待って、うん、何もさ、あの妨害なんか O2 リアクターが鳴ってないで、はい、移動を促してないの見ると両城もあり得ると思うんですよ。あ、待ってください待ってください、それはないですよね。さんは確認さんの発言おかしいところがあって、はい、僕が視界が広かったみたいな話してたじゃないですか、うん、あれってもう停電開けてるんだじゃないですか。でも切る瞬間って私だってその先端発射見てないわけですから、もっと手前で見たっていう情報じゃないですか。ラストあげてクロスさんに。あ、どういうことですか？停電中に切るされないと私の時系列的に合いません。先端さんがその切るされた瞬間を見たってクロスさんおっしゃいましたよね。そうですね、うんうん、
停電が明けた後に入ってきたじゃないですか。私が先端さんがキルされた瞬間を見ていない以上、さらに前、つまり停電中にキルしたって時系列は私の体感では正しいので、だったらおかしくないですかという話をしています。頑張れクロス。まあ別にどっちもいいんですけど。待って、両白あり得る。両白ないです。両白ないです。夏目先生はちょっと黙ってください。ないです。アルトさんの話聞きましょう、一回。アルトさん。僕、マシャカリさんとアベレージさんが、黙ってください。アドミンに入ってきてるのを見てるんですけど、はい、アベレージさんはなんで何も反応しないんですか。どういうことですか。マシャカリさんと会ってるでしょ、アベレージさん。はいはいはい、はい、アドミンで。それどのタイミング。ああ、そうか、あそうか、マシャカリさんは死んでるのか。しょってしょって。マシャカリ殺しを今洗ってるんでしょ。ああ、そうか。アルトさん。だってクロスゲンどっちかなんでしょ。はい、じゃあもうどっちも釣りゃいいじゃん。だからその後の話したいだけです、はい、私は。ああ、マシャカリさんの方の話に戻したいだけです。アベレージさんって、はい、停電が明けたタイミング、ナビゲーションの目の前にいたと思うんですけど、どっから来たんですか。そうですね。ナビゲ、停電の前ですか、後ですか。あ、停電の前ですよね。表だけ入れてください。表だけ入れてください。どっちやろう。僕、源さんに投票してます。あ、私、ちょっと投票画面に行けてないで、投票いけない。あ、ユイさん、バグってんのか。投票だけはいけない。お願いします。ボタンを押したのクロスさんなのでクロスさんから落としてほしいですが、そういう皆さんにお任せします。よろしくお願いします。まあどっちも原産してはクロスさんってことだもんね。はい、うんうん、あ原価ですね。必ずクロスさん釣ってください。でもこれクロスさん残したことでボタンを送る目線1個消費してしまうのちょっともったいないと感じましたが、よろしくお願いします。じゃあ阿部をします。はい。いいね、パッション人狼や。ぜひね、初見の方、未プレイの方、ぜひどんどんコメントしてください。なんか、あれっすか。概要欄書いとくか、もう一個。質問以外はもう他のコメントはスルーで。それがいいね。そうしよう。それ統一しよう。このコメントになんか変なコメントとかあってももう、そういうコメントしないでくださいとかも言わなくていい。それはいいか。質問以外でまとめちゃえばいいか。書いとくわ。あとすいません、ちょっと先に謝っておきます。夏目先生にちょっと強い言葉言いました、すいません。ああいや全然いいですよ。いやまあまあまあごめんなさい。ちょっとクロスさんと連鎖に喋ってほしかったのですけど、はい、夏目先生がちょっと間に入ってきてたのでよりごちゃごちゃしてたのでちょっと黙ってほしかったです、ごめんなさい。結局強いこと言ってない。いやちょっと喋らせていただきたいんですけど黙ってほしい。お願いします。僕はクロスさんがわざわざ偉いその殺す必要がないと思ってそこで。でも難しいよね、黙っててくださいって他の言い方なんかあるのかな。そうですね、難しいよね。っていうか重なって一緒に直してました、うん、だとしたらクロスさんがゲンさん殺す意味って夏目さんもよかなくないですか。そんな序盤でロラしてほしいって。でも矛盾が、うん、だってエレクトリカルで停電したんでしょ。インポスターがエレクトリカルに人がいるってさ、治ってるのが分かってるから、それ言ったらゲンさんも殺す必要性ってありますか。あ、これって静かに呼ばれるのは分かってる。おだまり。いや自分がね結構クロスさんおかしいなって思ってるのは、ゲンさんがエレクトリカルに入って、その反省いらないや。クロスさんがすれ違って出てるので、クロスさんの発言が矛盾してるんですよね。僕が押すタイミングがちょっと遅れたのはそれは悪かったので、僕が押す。うん、目の前で殺されると思わなかったので、ゲンさんはそのまま中に入ってた。アベレージさんのボタンがもう無駄になっちまう。そのタイミングで言うべきじゃない。それを言ってしまったら、あれじゃないですか、別に議論してもらいたくないですね。だって、入るのを自分が見てて、クロスさんに言ってるのに、はい、いや目の前で、いや、押すタイミングが遅くなりましたって今言われてもって、今言われても。僕は、クロスさんつらなくてもいいかなっていう意見だけ出しときますね。この話、どうでもよくて、僕に釣るじゃないですか。えらい。どうせ。それをクロスさんが言うのは、えらい。話をしたかったんで。えらすぎる。はい、ここだけ殺害は自分不可能っていうことを、それこそ左に行ってるメンツは証明できるでしょ。誰だっけ左に行ってたのって。きっとアベレージさんなんだけど、アベレージさん見間違いだろうね。なんか見てないですか、マシャカリさんの行動。もうすぐリポートされてたからね。全然覚えてないっす。なんでですか、なんで釣らないんですか。まあ僕夏目さんのことしたんですか。アベレージさんのことしたんですか。誰がスキップ入れまくってんの。じゃあついてきます。なんだこれ村。なんで釣られる対象の人がなんで釣らないんですかっていうことになってんだこれは。あれクロスさんが身を挺して他の議論に移ったのに。
白分けしてんのかもう。スキップ大好きマンがおるな、こんなに。とりあえずスキップマン。今日の血液型ランキング第1位は、ごめんなさい、お前がそのあなた、お前がそのあなた、もしかしたら知らない口座から現金1000万円が振り込まれてるかも。もう釣らないんだね、クロスさんは。なるほど。まあ、白かったね。それを組んでスキップ入れたのか。おつ。ゲンサボ怒ってますね、ゲンサボ。ナイスでーす。結局僕の位置っていてもいなくても邪魔になると思うんですけど、どうします？アベレジさんとクロスさんはお互い動きどうでした？はい、なんか白っぽかったっす。アベレジさんがタスクやる素振りがなんか最初の方なかったぐらいですかね。クロスさんについていってた感じ。そうっすね。これ中野地さんとユイさんって場所どんな感じでしたっけ？自分、右、だいたい右側の方を、タスクやってましたね、主に。で、左でタスクやってたんですよ。そのタイミングで O2 タスクばっかりやってて、これ重ならせたいのかなっていう意図がちょっと見えてたんで、右側行かして、まあ、左から動かなかったんですけど、それでちょっと怖いなぐらいだったんで、左から動かなかったです。なるほど。今のターンは2回ぐらいをずっとアドミンで直してましたけど、タスク状況でいうと結構まだやってるか。そうですね、僕も全然やれてないですね。どこにあるって言わない方がいいです。寄せられるので絶対。正直は僕釣られたい、社会官殺しの件で言いたいんですけど、はいはいはい、アベレ停電が起きたタイミング第1回目の時ですね、はい、停電が起きたタイミングで僕は、中野っちさんと一緒にナビゲーションにいたんですね、うん、で停電が起きたタイミングで、はい、中野っちさんが、多分どっか行って、うん、着いた瞬間にアベレジさんが目の前にいたんですよ。そうですね、僕逆行してナビゲーションに入ったと思います。で中野っちさんとすれ違ったのかなって感じですかね。1回目ですよね。1回目ですね、一番最初ですね。1回目か、待って、1回目は停電だからでも分かりにくいと思う。アベレージさん、いやもうそうなんですよ、ちょっとすみません、うん、正直僕の位置に残しておいても邪魔なだけだと思うんですけど。だから釣らなかったから僕は白で見てますよ。アベチロでいいんじゃないですか。もう白で見るしかないんじゃないですか。引き続きはアベレージさんとクロスさんが多分とりあえず一緒に行動できれば大丈夫だ、はい、じゃあよろしくお願いします。ミュートです。すごい、ロラストップ村だ。白かったね。でもナツメさんは普通に勘違いなのかな、カラグかか、あるいはインポスターか感じだね。間違いっぽいけどな、そもそも配電盤直したのはクロスさんだから間違いっぽいけどね。クソ同じだから見間違えたんじゃないかな。
はい。よろしいでしょうか、皆さん。はい。あ、はい、はい。OK です。アベレージが、アドミンの入り口で、アルトさんの死体を発見しました。で、アベレージ、クロス、中野っちさんの3人で行動してて、この3人切る無理です。まあ、結託してたらってあるけど、3人で行動してたんで、まあ無理です。自分も後ろの方いなかった。O2 直しました。直したの誰ですか？O2 直したのは3人で直しました。3人で。あ、下はわかんないです。アドミンは私が直しました。ゆいさん。で2回目は多分ね、ゆいさんと俺は直してないよ。あ、2回目は直してない。ごめんごめん。1回目俺とゆいさんエレクトリカルにいたから。うん、でそこから中1です。あ、待って、その時自分もいたこと覚えてない。はい、エレクトリカル。いや、夏目さん途中で行ったっすよね。途中で、そうそうそう。で、ナビゲーションの方行ってで。で、最後カフェテリアって回ってきて、はい、そのさっき固まってた3人と合流した、自分は。黒さんは。あ、ごめん、間違えた、何言ってんの僕。はい、あ、それで一緒に行ってたんだ。多分ユイさんはやれないと思うから、その3人が白結べるんだったら夏目さんなんじゃないか。そうだね、私もメイさんは多分そうやれないと思う。あの1回目の O2 なった時に直しに行った時に、うん、アドミン側にアルトさんが確かいたと思うんだよね、はい、でも2回目はそうそうそう関与してないから僕とユイさんは そう、だから直ったから戻ったよね。多分その後アドミンで殺されてると思うんだよ、アルトさんは。はい、そうですね。だとすると夏目さんがいや、これやられてんじゃねえかな、クロスさんが。いや、というか、あの、ゲンさんめっちゃかばってたじゃないですか、夏目さん。なんで、そのラインできてるんですか。いや、だから、それは、それは、だって、証言に食い違いがあるから、うん、クロスさんの。だって、ボタンを押すタイミングがずれてたんでしょ。だって、そんなこと自分は知らないわけで、ゲンさんが入ってきたタイミングで、目の前でクロスさんは、ゲンさんが殺害しましたって言うと、自分視点では、矛盾が起きてるから黒さん怪しくなるっていうの通ってないですか。まあかもしれないんですけど、ただ今回アベレージ中野さん黒さんの3人で行動したんで、あ、今いっか。はい、いったんじゃね、終わってくれ。おーおだよな。いやー、ごめんなさい。いや、申し訳ないです。停電中だと思ってキルしちゃったんですよね、あの位置。もう治っちゃってたんですよね、皆さん。早かったけど、自分キルしとけばよかった結果論だけど。まあそうかもしれないけど、うん。いや、まさか目の前でキルするとは思わんくて。楽しい。いや、趣味楽ですよ。楽しい楽しい。市民楽しいな。思いのほかですよ。さっきも思いのほか結構ね、黙りになってましたよね、村側が。そう、黙ってましたね。そのセリフに違いなかったから。シエアさんとユイさんが白をお互いに証明できたので強かったですね、最後。確かに。もう夏目さん、あの、全然私切っていただいて結構だったのに、なんかすごい変わっていただいたのが申し訳ないです。いや、そっくりだなって思った。クロスさんの証言、確かに自分視点だったら結構矛盾があるから、ゲンさんが入ってきたタイミングでっていうのを、誰か他に見てくれてたら、よかったかも。いや、申し訳ない。まあでも、どっちにしろローラーになるから変わんなくないですか。うん、そこら辺のなんか遅れただろう。いや、違う、理由がないから。ローラーまで持っていきたかったんだよね、自分は。まあ、別にそう止めましたね。うん。別にローラーされててもよかったから。仲間がいなかったんで、そこに。挟まれてるのにクロスさんかばう人がいないのって変だなって思っちゃう。うん、ああ。そう、その指摘がすごい納得しちゃって。真っ白ですよね。ゲンさんはかばわれるけど、クロスさんをかばう人が誰もいなかったですから。そうそうそう。でも、つられなかった。ここまでで落ちます。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。またお願いします。はい、お疲れ様です。でも、中野津さんがこっちに近づくのめっちゃ怖かったっすよ。ようあそこ来ましたよね。黒候補いるのに。ちょっと、引きずってんじゃん。引きずってんじゃん、みんな。あの、こすられるのが一番怖かったから。こするの怖いっすからね。そうっすね。こすられる。あれ長野さん来るだったらすごいムービーだよ。一生レポート連打しましたからね。申し訳ねえな。現なんですけど、最近ちょっとサボタージュをどれが最適解かというのも必死で探してまして、はい、なんかちょっと死んでから攻めてちょっと嫌がらせがどれだけできるかっていうのをいろいろ考えてるんですけど、あの O2 連打ってどうですか、クルーの皆さん的に。僕正直あんまり、まあ、別に、まあ、どっちでもないんですか。連打されるとそっちに寄って終わらせたらすぐ行けばいいって考え方に移っていっちゃうので、うん、振られると鬱陶しいかもしれないですね。そうそう、
っちはリアクターレンズの方が強いな。ですね、振られると嫌なんで、うん、リアクター、リアクター、O2、エレクトリカル、エレクトリカル、リアクターとか、なんかバラバラにされるのが一番嫌なんで、僕。バラバラだと、多分タスクが結構進んじゃうんですよね。私の今回の意図としては左側のタスクを死んでも終わらせないっていうのでずっと右に寄せるっていう。ただ夏目さんのキルチャンスがやっぱりその分少なくなるのでちょいちょいエレクトリカルも挟んだ方がいいですよね多分ね。うん、そこはちょっと反省ですね。右に寄せるなら右にやるタスクどっちかやらせるっていうのがいいのかもしれないですね。あの、うん、O2 なのかコミュニケーションなのかみたいな。やっぱあとリアクター2人同時じゃないといけないというのがやっぱりネックで、パスワードはその気になれば頑張る、ね、最速タイムだとギリ間に合うんですよね、あれね、1人で頑張ろうと思えば頑張れます、ね、あと右は多分行く人多いから会議後とかも初手も、うん、あだからすぐ終わっちゃうっていうのもあるんですね。あのでもうタスク終わってるから、うん、日本は反省会のレベルがすごいですねね、ミーティングがすごい、部活終わりで、ね、ちょっと源さんとクロスさんに喋ってほしかったのでちょっと動きが一瞬強くなりました。ああ、ありがとうございます。めちゃくちゃ露骨に邪魔せたからね夏目さんが。いや露骨だったもんねあれ。いやよく言ったと思いましたよ僕あれね